蘇我イルカは、アスカ時代の豪族。蘇我エゾの子、大臣として、大和朝廷の有力者であったが、木の富の変において打たれ、その後蘇我氏が凋落するきっかけとなった。蘇我氏略系図、SVG で表示、蘇我イルカ区別化とあった。おまかしの旧位下は主に、日本書紀などの記述による。日付は旧暦青少年期は、そう、秋に学問堂で学び、 我が道に入る者に、総が大老にごとくは、なしと言われるほどの秀才だったと言われる。エゾが大臣であった。皇玉天皇元年、皇玉天皇の即位に伴い、父に代わって国政を勝利する。同年7月23日には、従者が白色のスズメの雛を手に入れた。スズメは、祖父の祖がうまくを表されたことがあるとされている。 翌攻玉天皇2年の10月6日には、父から独断で大臣を譲られる。これにより、実質的にも、形式的にも、蘇我氏の家得を継いだという見方があるが、この頃聖徳太子以来、皇室の周辺に国政を天皇中心に、改革戦とする機運が強まったとされ、イルカは、このような動きを抑え個人体系巫女を天皇に、つけようと図ったが、そのために邪魔になる。 山城の体系王ら上宮王家の人々を自殺に追い込んだ。大臣を譲られてから1ヶ月も経たない11月上旬のことである。ただし、上宮王家討伐については、皇玉天皇即位に関して、山城の体系王が無本を起こす恐れがあるためたの、皇族とはかって殺害したと、日本初期とは矛盾する記載が、藤士鹿殿にある。皇玉天皇3年11月には、 天かしの宮に邸宅を築き、これをそれぞれ、上の宮門、谷の宮門とし、さらに自分の子女たちを御子と呼ばせた。また、うねび山に要塞を築き、皇室行事を独断で代行した。これらの政策により、イルカは実質最高権力者としての地位を固め、その知性には人々は大いに意見し、道に落ちているものも拾わなくなったと言われた。しかし、 そのようなイルカの天下は長くは続かなかった。個人体系巫女のイボテで、皇位継承のライバルだった、中野大江の王子、中富の鎌谷らの、いわゆる木の富の変によって、アスカイタブキ宮の大極殿において、皇玉天皇の御前で殺害された。いとこにあたる蘇学倉の山大石川のマロが上表文を読み上げていた際、肩を震わせていたことに不信があっていたところを、中野大江の王子と、 佐伯根麻炉に切りつけられ、天皇に無罪を訴えるも、あえなくと目を刺され、雨が降る外に遺体を打ち捨てられたという。後日、父、江戸も自害し、ここに、蘇我本州家は滅びる。この後もいとこの石川の麻炉とその弟の赤江が、大臣を務めるが、石川の麻炉は後に、無本の疑いをかけられ自害し、赤江も、人心の乱で流罪となり、以降は、蘇我氏は、 な言、ん、三儀まで出世するのが、やっとな状態となった。かつての勢いは戻らないまま、平安時代初期には、苦行が出るのも途絶え、歴史の表舞台から完全に姿を消すことになる。日本初期は、イルカの自責を、蘇我氏の越権行為並びに、個人体系巫女への行為継承の準備と、批判しているが、蘇我氏は元来解明的だったこともあり、当役だら当当時の国際、 実際状況に対応するためだったという意見もある。実際、上野宮門、谷野宮門の跡地とされる場所からは、武器庫の遺構や武器が発掘されており、西から侵攻してくる塔役だら、白木軍から、アスカの塔を守護するために、蘇我氏が用意したとも考えられる。また、検討士もたびたび派遣されており、塔の日本派兵を、蘇我氏が警戒していたことが伺える。 イルカの暗殺とそれに続く、蘇我本州家の滅亡に関して、近年では、改革の主導権争いをめぐる蘇我氏と皇族や、反蘇我氏勢力との確執が暗殺のきっかけになったと、する見方がある。蘇我イルカという名前には、いくつかの議論がある。明治学院大学教授の竹光誠は、当時の時代は、精霊崇拝の思想に基づき、動物、 つにちなんだ名前をつけることが多かったという風潮から、蘇がイルカも海の神の力を借りるために、イルカにあやかってこの名前を名乗ったという自説を表明している。しかしその一方で、京都府立大学学長であった門脇定時らは、中野大江の王子と中富の鎌足りが彼の本当の名前を資料とともに、決して癒しい名前を勝手に名付けたという説を表明している。 アスカデラ境内と天かしの旧にほど近い場所に、イルカの首塚が存在する。また、2005年11月13日に、奈良県アスカ村において、蘇我イルカ屋敷跡と,と見られる遺構が発掘された。三重県松阪市飯高町府などにも、イルカの首塚と称する逸話塔があり、同地の高献山までイルカの首、 が飛来してこの地で力尽きてて落ちたたのののを村人らが手厚く葬ったものとされているこ光景山に鎌を持ち込むと必ず怪我をするとされており、それはイルカを殺害した中富の鎌足りの鎌の字を意味からであるとされている。高知県阿川郡伊井野町羽川には、蘇我イルカの末裔の蘇我国光という人物が、研究9年間にこの地に下校し、波川氏を名乗ったという伝説 説がある。ありがとうございます。